すでに2メートル近い積雪が記録されている津南町に今日は小池アナウンサーが行っています。小池さん、今の雪の状況はどうでしょうか。はい、私は今津南町役場の近く、国道117号沿いに来ています。現在の雪の様子ですけれども、ますます雪の降り方が強くなっています。午後3時ごろにこちらに到着しましたが、ぼた雪、そして小さな雪、雪の大きさを変えながら絶え間なく降り続いている状態です。私は昼前に新潟市を出まして、関越自動車道を走ってきました。越後川口インターチェンジで降りる直前には除雪車による渋滞で10分ほど車が止まるということもありました。十日町、そして津南へ来るにつれて雪の降る量、そして積もる雪の量も多くなっていきまして、こちらご覧ください。私の身長157センチあるんですけれども、すでに私の身長を超えるほどの高さになってきています。雪の量、雪質ですけれども、ふわふわとしていて、水分量はあまり多くないです。かき氷のような印象ですね。ただですね、足元を見ていただくとべちゃべちゃとしていまして、非常に歩きづらいです。歩行者の方は、とても歩きづらそうにしていました。車道に比べて歩道は雪かきが進んでいない箇所も多く見られました。そしてですね、国道を見ていただきますと、現在帰宅時間ということもあり、車今ちょうどないんですけれども、先ほどまで多く走っていました。車はゆっくりと慎重に歩いている風にも見えます。今は路面の凍結をしている様子もなく、通行止めにはなっていませんが、この後気温が下がるにつれて路面の凍結の恐れもありますので、注意が必要です。はい、小池さん、津南町の街中ですよね、車通りも多いということで、はい、夕方あたりはこうかなり人通りもあったんじゃないでしょうか。そうですね、ちょうど下校中の小学生もいまして、はい、膝までの長靴、そして傘を差して歩きづらそうにしていました。見るだけでかなりこう歩道が狭まっている様子も分かりますし、車道との区別もつきづらいですね。はい、そうですね、すごく非常に分かりづらくなっていまして、また車が走ると雪の水が跳ねて歩道の方にも来ることもありまして、歩行者の方はいろいろなことに注意をしながら歩かなければならないなという印象です。はい、わかりました。